その目に映る新しい景色。あ、このままだと本当自分中堅選手で終わっちゃうと思っちゃって、一番好きな職業につけて、あ、このまま終わりたくないと思った。第7代 IWGP 世界ヘビー級王者真田。今年3月、ロスインゴやめます。ロスインゴベルナブレスでハポンから電撃脱退。トップを取って景色を変えてやれよ。新天地ジャスト5ガイズのメンバーとして IWGP 世界ヘビー初体感を果たす。世界で一番 IWGP 世界ヘビーが好きです。だがそこに立ちふさがったのはハウス・オブ・トーチャーイービル。 IWGP 世界ヘビー真田選手はチャンピオンには値しない選手です。 IWGP 世界ヘビー級王座は剥奪処分とし、イービル選手へ譲渡することとします。誰もチャンピオンなんて思ってないんだよ。チャンピオンっぽさがないとか、王者の風格がないとか、非が多いですね。何か新しいことをすると、いやそれは違うだろうという人多いですよね。上行くには批判はつきものだなと思って、生き恥さらして、そして重ねて生きていくんだったらな、タイトルマッチ受けてやってもいいぞ。イービルは多分自分に自信がないんじゃないですかね。チャンピオンごっこしてる風にしか見えないんですよね。今回のタイトルマッチ、ランバージャックを提案したいです。両チームのセコンドがリングを囲み、場外に出た選手はリングへ戻されるランバージャックデスマッチ。軍団抗争にもけりをつける。さらに勝者は 1.4 のメインイベント内藤哲也との防衛戦が決まる。多分ですけど、自分は絶対王者じゃないんですよ。ただこれは経験でオーラが出てくるじゃないですか、人って。己の存在を否定され、それを覆し証明する。王者とはそうやってなるもの。もともと自分は新日本プロレスの入門テストを2005年に落ちて、今18年後にチャンピオンになって、勝てば1月4日の東京ドームのメインイベントじゃないですか。落ちた真田がチャンピオンって夢ありませんか。 IWGP 世界ヘビー級選手権試合ランバージャックデスマッチ、挑戦者イービル VS 王者真田。